前回の企画31歳以上のおじさん縛り見てくださった方々ありがとうございました。今回からちょこっと新しいのをやっていきたいと思います。でマスターリーグをもう一回やってもいいんですけど、ビカムアレジェンドやりてえんです。私はビカムアレジェンドをやります。初めてプレイする新規で、移籍頻度多いにしよう。最初の移籍市場向こうにした場合、最初の移籍事情に限りこのチームの移籍は行われず移籍交渉を行うこともできません。有効でいいや。年俸週休年俸でいい。試合レベルはもうこんなもんレジェンドでいくでしょ。試合時間10分、通過単位円 OK。 既存選手オリジナル選手、これね既存選手でやりたいんですけど、僕みたいなもんがですね、あのみんな他のね有名な配信者と同じように既存選手でやったところで誰も面白くないと。オリジナルに決まってんだろ。国アジア、オーストレイ、あどうしようかな。いや実はねバーチャット3、まあ、バーチャット2のねビカムアレジェンドは過去作でやったんですけど、バーチャット3をやろうと思ってるんですよ。でまあバーチャットが25歳、2012の時34歳だから今現実で言うと42、3歳でしょ。で子供多分16歳とか17歳でビカムアレジェンド始まると思うんで、24、5歳の時の子供っていう設定なんですけど、どうしようかな。国籍、まあ、プレミアリーグ在籍中に生まれたっていうことでイングランド国籍も持ってるっていう設定でいいですかむちゃくちゃやで、マジで。登録選手バーチャット OK、 バーチャットジュニア。実況名あるでしょ、バーチャットは。さすがにありますよね、ウィールなんだから。バーバーバー、もうえないの。おいよ、ウィーレのレジェンドだぞ。まあ、バー3って呼びますからバーズリーでいいやこれバーズリーと対戦するときバーズリーはいることになっちゃうけど大丈夫か。これで OK です。で用紙です。問題はあ、スパイク履けるんですね、最初から。私は日本ブランドがいいんで、やっぱバーですから。アシックスがいいんだけど、アシックスない？アシックスない。水野だな、じゃあ。あ、これがいいな。これにしましょう。OK、出来上がりました。逆足振動は多分逆足精度ないくせに逆足で蹴るっていう、あの、パターン。ちょっと遠目から見ると、昔のセルヒオ・ラムスみたいになっちゃったな。とにかく垂れ目で作りました。バーチャットの垂れ目とケツ顎ね。ポイントは能力タイプを選択してください。ラインブレーカー、デコイラン、どうしようかな。チャンスメーカー、ウィングストライカー、ウィングストライカーでね、やっぱりね、 R ウィング、レフトウィングでいこうかな。あ、でも R ウィングでいこう。で何を目開いてます寝てます。目口開いてるし、はは目開いてないのに口開いてるっていうとんでもないことあって、これ 70？ 待って、これもう一回繰り返したらいいの生まれたりするの、これ。あ、いいの生まれたりするんだ、これ。72ぐらいな、あ、いい、73って。でも足速いのがいいからな。足速い選手になるまでちょっと我慢しようかな。皆さん40分ぐらい粘った結果、74という74というのが出来上がりました。これすごくないですか。初めて見ましたよ、74って。スピード89あるし、最初からキック力76、逆足精度も4、やば。バーチャットですか、これは。本当にこの時点で親を余裕で超えてる若干ね、顔ちょっと変えました。なんかハンターハンターのあのキルアに速攻で殺される、あのなんか握力がすごい強いジョネスだかジョナスだかみたいなやつに似てんな。まあいいでしょう、これいいですよね。170、ん？183センチ、78キロ、これで
進めたいと思います。これは満足。あ、所属するリーグ選べんのね。これ J リーグでいこう。 J リーグの紙データ入れたんですよ。 J リーグとブンデスの入れたんで J リーグで。これチームまでは選べないかな。あ、チームまでは選べない。ちょっと FC 東京がいいんです。私は頼むから、頼むからお別れにさせてくれ。俺をすぐ移籍すると思うけど。マリノスマリノスかい。ケツアゴ垂れ目戦士マリノスに入団しましたえ、これ何、選手メニュー、選手、あ、なんか会見してるわ。期待の新星、以前から注目を集めていたバージャットジュニアがついにトップチームでの第一歩を踏み出した。これメール見ます。エージェントとしてのサポート、まず横浜 F マリノスとの契約については、私からクラブとの契約延長を進めていく。背番号希望できんだ。背番号希望しましょう。これか、何番なの今。10番。10番背負っとんのんかい。10番が空いてたのか。アマジュン14だったよね。あれ10番空いとったの。バーチャットは昔からいい背番号を譲り受けるっていう伝統があるんでね。バーチャットジュニア行きます、10番で。で、トレーニング、これを変えましょう。シュート必要でしょ。スタミナなんかいらねえんだよ。ディフェンスなんかいらない。スピードとシュート頑張りしょ。まずで、パス、ドリブル、フィジカル、パスいいや、とりあえず。スキル覚えたい。まずは根下でしょ。根下を覚えます。スキルに振ります。250日は少ないな。ドリブル、フィジカル、これでいいね。ドリブルとスピードとシュートにしか振らないっていうなめてるこれでデータベース、大会情報、なんかこれ変なチームが混ざってんだよな確か。あ、甲州工大とアルサットが混ざってる意味わかんない。ゲストチーム2チームいるんですけど、はぁ、これ交渉移籍希望って出せんの。あ、移籍期間開始後に出せる。スケジュール移籍期間開始してんじゃん。しょっぱなは移籍できないってこと。ゲームプラン、私スタメン。スタメンじゃないですかチームで一番能力だけ。早速進みましょうか。早速ね、一番最初の試合はどこだ。湘南ベルマーレ、神奈川ダービーです。いきなり日程進行していいのかな、これ。日程進行でいい。でイングランド代表というですね、あ、すげえ進んじゃう。すげえ進んだけど、はい、スタメン。ダメ、今はできないんだ。すぐはできないよってことか。試合は進みますね。まあ、父親ができなかったことをやりたいんですよ。で、バーチャット2は、まあ、バーチャットの改造人間としてですね、まあ、移籍を繰り返して最終的にバルセロナに入団した。やっぱりね、今をときめくリバプールに入団するっていうことをちょっとゴールに置いてですね、念頭に置いてプレーしていきたいと思います。つまりサラーのスタメンを奪うような選手になるっていうことが目標です。とりあえず湘南いきます。ちなみにバーチャット3はですね、バー3は父親とはあんまり喋ったことがありません。やはりこう、なんて言うんでしょう、バーチャット1はですね、プロサッカー選手ということもあって移籍も繰り返したりしました。たまたまイングランドにいるときに生まれた子供です。だからイングランド国籍を持っています。そういう無理くりな設定です。スピードに関してはとてもとてもあるので、J リーグだったらぶっちぎれんじゃないかっていう話もあります。あ、口開いてる畑中そっくり、はい、あ、似てますね、割と雰囲気はありますね。さあデビュー戦、あ、ちょっとこの目線ダメです、この目線ダメなんです、そうですね、これでいこうか、それでは今日のゲーム、これでこのぐらいの距離感でいこう、ちょっとやりづらいけど、いいよ、開幕戦、要求は変わんないね、いいよ、バースリー、いいですよ、
ここで呼んじゃうだわ。そう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 、行くぞバースリーのドリブル相手レジ梅崎をぶっちぎってる、いいね楽しいビカム。やっぱイングランド代表に呼ばれた。オーケーオーケーオーケー、ゴー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 早い早い早い抜けてくる、早いけどクロスヘッタータッチパッド押せばボールショート、ボール視点なんだ。あ、ボール視点になってる。走ります、バーは前半で体力尽きるほど走ります。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。いいですね。松原バーサポートがない。オッケーオッケーオッケー。松原ライボ中央へ、ちょっとクロスがお粗末ですね相変わらず。今バースリーはサイドに開きます。はい、ナイスボール。バーは背もね、ちょっとうわやっぱ弱い体が、やっぱバーだ。さあラストだよ松原。さあいいボール、いや取られた。さすが杉岡日本代表。カットします。オーケー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 。ここは体力ないんで後半交代させられる可能性大ですからね。松田ナイディチャンス来た、タッとチャンス自分で行く、なんでだよいや惜しいシーンしか最後に遅れたのか、なんでだよよ。今木田からパスが出たんかな。バースリー体力もほぼゼロなんで、ちょっと温存しながら、温存しながら行きます。ここぞという時に走ります。私はもうあとは自走してます。パスで繋いで攻め込んでいきます。横浜来た、よっしゃデビューゴール右足で、逆足でデビューゴール決めやがったこいつ楽しい。なぜ10番を背負っているバースリー。ここね、ここほら、うまっ、見ました。これこんなことありました、今までのビカムレジェンドシリーズで。まあ1回しかやってないですけど、うわー素晴らしい。右サイド上がっていきます。いや小林がむちゃくちゃドリブルしてるから、いきますよ、まだいきますよ、ついてってついてって、ナイス。ここもしっかりディフェンス、中央、まずい、クリスさんだよそれ。松原危ないところです。走ります、なんとか切り抜けます。体力もないけどスピードでぶっち抜く、無理だ、もう体力ない。変えてくれてもいいよ、ポスティコグルー監督。ティラトンいいよ、上げても。左上がっていきます。上げろって。ナイスいる、中に繋ぎたい。来た。クロアタ。ああ、惜しい。二点目かというところ。この時間帯で二点差に。じゃバースリーのポテンシャルがやばい。さすが初期能力74。すでに父親を超えてる男と、やめろよ。この時間帯に失点は。イブスキだよ。オッケー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 。ここ拾って次に。ナイスゲーム。プロデビュー。いや素晴らしかった。シュート打たしてね。ありがとうございます。バースリーでしょ。そりゃそうでしょう。でこれあれあれでしょ。あのウィール2012みたいなあとスパイク装備システムとかないわけでしょ。うん。いいですね。これで毎回上がっていくわけか、こうやって。なるほど、素晴らしいですね。で次はジュビロ。今日の試合についてスターティングメンバー。 OKOKOK。 あ、バーチャットインタビューされてる。横浜 F マリノスのバーチャットジュニアは笑顔で次のようにコメントをしている。僕たちがねじ伏せた結果以上に僕らの強さが伝えたいだろうって言ってます。ジュビロ岩田戦です。どういうメンバー、相手は。あ、川又しか、あ、でも写真あるのとないのがあるのか。川又は写真あるんですね。センターフォワードにバーチャって見えますけど、え、バーチャとジュニアってやつが相手のセンターフォワードにいるんだけど、何これ、バグってない。
ちょっと待って待って待って、バーチャットジュニアってやつがいるんだけど、ちょっと待って、意味が分かんない。ジュビロにバーチャットジュニアの影武者がいんの？は？バグってんじゃないのこれ。ジュビロ岩田メンバーリスト、え？何これ。37歳のバーチャットジュニアってやつがいるんだけど、いやこれ大久保嘉人のことで、大久保嘉人がバーチャットジュニアになってる名前が、どういうこと？まあいいけど意味がわかりません。は？何バーチャットジュニア、は？何このバグ、怖っ。ちょっとよくわかりませんが、大久保嘉人さんがバーチャットジュニアと名乗っているみたいなんで、こちらが本物だというところを見せつけます。何なんでしょうこのバグ、早急に直します。さあ見せますよ、バーチャットジュニアの実力を見せ物に。いいよ、ぶち抜けよ、サイドをスピード勝負で。ナイス、惜しい。まずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですね。打て打て打て、オーケー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 、ナイス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 、エリキかな、オッケーオッケー。ちょっと蚊帳の外、蚊帳の外バーチャットでしたけどね今ね。まあボールをもらわない、まあいいでしょう、エリキナイス。行ったというところじゃないでしょうかね。パスで繋いで攻め込んでいきます。横浜。打たせろ。さあ、シュート。このバースリーはね、ま、おお。川又。それはそれはゴラッソだわ。それは。おお。やられましたね川又に。やっぱ川又怖いな。川又のポストプレーにやられてんな。え？マジ？嘘やん。誰だ決めたの？川又大久保でこれ誰だろう？いやいやマジで勝ち越さ、ああ、ら荒木か。ちょ、もう取られちゃダメだよ点。ナイス、終わりかな。オッケー。ここでレフリー、さ、まずは前半ね、ちょっと厳しいですねこれは。なかなか素晴らしかったですね。バーのスピードで打ち抜いてアシスト決めるしかないわ。スピードスピードあるんですかね。あらナイスボール、惜しい。 J リーグはバーチャーとスピードでなんとかなるわ。これはクリア、きた、よっしゃ。あ、出ました、ハートに中のハートに中のキュッ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 。これがバースリーの今のゴールパフォーマンスの一つです。いやーナイス、これね、バースリー惜しかったコーナーもね、ここもうもらうためにすぐ下がったから。今見ました、この動き出し、俺が決めるんだっていうクソ楽しいな、ギガマレジェンド。ナイス、走ります、私走ります。さあ右へ預けて、こうでしょう。シューパスを出す、裏へ飛び出した、それは安易すぎる。バースリー間に合い、うわ、今度大きく立て、このボールは繋がりません。まずいじゃん、向こうのバーチャットにやられてんじゃん。右サイドへ振って、まずいよ、まずい展開な気がする。クロス上げてくるよ、荒木、ここで前を向けるか。よし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 、ナイボー、さあどこに出してくる。オッケー、うわどうだ、うわ、タイミング合いませんでしたね。チャンス、ね、決めろ、ナイス。元気元気、誰、遠藤かな、大津だ大津だ、大津、大津があそこにいましたね。これね、
いや、なんでそんなクリアになったんでしょう、相手は。ナイス、大津。いや、ロンドンオリンピックのヒーローが決めてくれた。いや、ここまで競り合って、もうキープ、キープ。ゴールですよね。ゲームを決定づける一本になるかどうかですよね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。それでいい、それでいい。バーズ。狙っちゃうんだから。無理でした。このスルーパス。終わり終わり、審判、ピッ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 。オッケー。これはあれじゃないですか。いや、北澤さん、バースリーじゃない、あ、大津か、チキショー。いや、マリノ強えな。東京も勝ってんな。なんでアルサッドと甲州コーダがいるの。2勝組が4チームですね。うん、成長してる。で、移籍期間が終わりました。で、富士ゼロックススーパーカップ、あ、次回札幌2連戦なのか。やっちゃうか、じゃあもう1試合。札幌メンバーちょっとちょこっと、あ、え、なんでまたバーチャットいる。あ、違ったわ、それマリノスとなったちょっと大久保嘉人のバーチャットファンでもすぐ直そう、マジで。で、Jがスタメンか。鈴木武蔵66しかないんだ。アラの68なのに、セカンドトップだからか、ポジションが。まぁ、あ、ちょっと行きましょう。ノイゾネアレナで行われる本日のゲームです。ノイゾネアレナで行われるって、いやー楽しいですね、ビカムアレジェンドね。札幌の面々もちょっとどういう感じなのか見たいですね。顔似てるか似てないか、まぁ、あ、大体雰囲気は掴んでると思うんですけど。はい、バースリー、ケツアゴ、タレメモンスター。あ、鈴木武蔵似てるし、福森とかも似てる気はするね、横顔は。チャナティップそっくり。よし。全速全開でいきます。なんかあんま交代させられないから、スタミナ気にしなくてもいいかもしれない。サイドの紹介です。皆さんから見て、右に攻めるのが横浜。画面右側が札幌となります。え？嘘でしょ？チャナティップのパスうまっ。J もちょっと似てんな。これチャナティップのパス。すげえな。ちょっといきなり、ちょ、バーツリー頼みやめてよ、マリノス。まずなんでゼロックスが札幌とマリノスなのかっていう謎の現象ね。ちょっと何もないまま前半終わりそうですけど、大丈夫ですかこれ。最初の1点で。何もしたいんだけど、まだ。どうする？大丈夫？上げる。よし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 。奥で上。よし。まあ奥側の方が見やすいんでね。自分が。攻めきれませんでしたね。活躍できる気がする。後半どれだけ早いうちに自分たちの。あとディフェンスはしません。かですね。全部こう前で待ち受けます。45分後。スピード勝負。しているのはどちらか。現時点では神の水を知るという結果になっています。ナイスボールよ。うまい。横浜対札幌。それでは続けて試合をお楽しみください。さあ、ご覧のように後半スタートしています。いや、打たして、うわぁ、ボスロイサイドのスペースへ走らせる。札幌強えな。ボールが上がる。あぶね。いや、終わった。うわぁ、やられてー。それはダメですね。それはあ、一矢報いたいな。 2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。札幌強いな。もういってんじゃないこれ。おい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 ボコボコにやられてますけど、強い札幌。今のようなタイミングで決められてしまう。3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム。うわ、おい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 、あ、ちょけるやつだ。ボコボコにされてますけど。菅と中野さんが交代。いやー、何ですかこれは。ナイス、オッケー。柔らかいボール、そっちね。いや、来た。おーし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 。いや、
まあちょっと蚊帳の外蚊帳の外チャットでしたけど、いいでしょう。点決めたいな、私も。全て使い切りました。チームとしての意地を見せます。裏のスペースから、え、何それ、どんだけライン低いの、一人だけここここにされてる。まあ、あの結局こっちがウルトラアタッキングにしてるから点取られてるっていうのもあると思うんでしょうけど、ウルトラアタッキングじゃなくて、なんだっけ、オールアウトアタッキングって何だっけ。このままいきますと優勝となります。札幌、いや、もういいんだよ。抜けてくる、アシストかます、中にいる、ダメでした。スペースを狙う、さあカウンターを、なんだこれ、もうザナルカンドが、もうザナルカンド流れすぎ、なんですこれ、何起きてます。鈴木武蔵バットトリック、とんでもねえ試合だな。終わり、終わった。いや、悲しみの悲しみの後ろ姿、何ですかこの試合は。こんなことになるんですか。はい、まあいいですよ、過ぎたことは忘れます。で、また札幌戦でしょ。うん、スタメンですね。チャナティップと握手してます。ケツアゴを垂れ目モンスターはチャナティップと握手を交わしました。ユニフォームも交換した模様です。このね、バーチャット3のシリーズやっていきます。まあ、どれぐらいになるかわかんないけど、最短でリバプール入りを目指したいと思ってますんで、ぜひね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。この後ね、この企画の後またあのマスターリーグやりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。多分20本ぐらいになるんじゃないかな、動画は。ありがとうございました。さようなら。